おはようございます。音声大丈夫そうでしょうか？ ありがとうございます。いけそうかな？暑いですね、今日も。皆さん体調どうでしょうか？夏バテなどしてませんか？私はもう、なんていうのか、台所に立つのがもう無理っていう感じで、作るものがもう本当に一瞬でできる麺類とか、できるだけ作る時間が短くできるものになってしまっているので、できるだけよく噛むものとか、消化がいいものと考えています。おはようございます。今ね、読んでる本がすごい面白くて、またこれはちゃんとシェアしたいなと思ってるんですけど、身体的生活っていう本で、現代学のお医者さんがこう書かれている本なんですね。で、身体的生活っていうのはどういうことかっていうと、もう体が自分の向かう方向、体がっていうのが、フィジカルな体が、心を含めてなんですけど、自動的に自分の向かう方向に行動をしながら生活をしていくっていうのを身体的生活っていうふうに書いているんですけど、でその時に何が大切かっていうと、そうだな、どういうふうに言えばいいかな、自分の内側、自分のやっている行動に没頭するっていうことが大切だっていうふうに書いています。で、自分のやっていることを、に没頭するためには、これをすることによって何かが得られるっていうものではなくて、その自分がやっている行動そのものに没頭していくことを続けていくことで、その自分の人生が自分のものになるというか、ちょっとちゃんと言葉にまとめきれていなくてごめんなさい。でも、私がウリムでこうシェアしたいことだなと改めて思って、すごく面白くて読み進めてるんですけど、瞑想を続けていくこと、もうちょっとの時間でもいいので、一日の中で少しでも瞑想的な状態を少しでもいい、の時間続けていくことで、その自分の行動、どんな行動も没頭しやすくなっていくと思うんですよね。そういうスイッチが入りやすくなると思います。で、それが結果的にこう、これはああだからこれが大切だって頭で考えるのではなくて、もう感覚的に、身体感覚的にふっと、これが大切だっていうふうに、もう考える間もなく体がそっちに向かっていくっていう状態になっていくのではないかなと改めてやはり思っています。で、今日は、もうその時にまず一番やりやすいことが自分の呼吸に没頭することかなと思います。で、何か行動だと、この行動によって何々が生まれるとか、何々が完成できる、何々を達成できるっていうことが紐づいちゃうので、なかなかそれ自体に没頭するっていうことが難しいんですけど、もう呼吸はもう誰のためでもなく自分のためのもと、もので、それによって私の命が維持できるとかまで考えないですよね。なので、呼吸って一番自分の本当の本質のところで没頭できる一つのツールかなと思うので、今日は呼吸と、そのままガイド瞑想をしていきたいと思います。ではでは、座り姿勢を整えていきます。お尻の尻尾、で、そこから背骨を一つ一つ積み上げて、耳の下あたり、上顎下顎がくっついているところをスッと引
き上げます。で一息、大きなため息、はぁーついて、体の外側の筋肉を脱力させます。で両手は落ち着くところに、手のひら上でもいいですし、体の正面で、重ねて、手のひら上にして重ねてもらっても OK です。こうね、その日の骨格、体の状態でどこか落ち着くところがあると思います。もちろん膝の上や胸の上に手を添えても OK です。でね、本を読んでたらね、腕を組むっていうのも自分がリラックスする方法なんですって。なのでこうちょっと瞑想的にこう自分の生活の中でやるときに、ふっと腕を組んでその感覚を味わってみるっていうのも一ついいのかなと思いました。で自分の今日のポジションができたら、呼吸を深くしようとか上手にしようとかはしなくていいので、自分の吐く息や吸う息を味わっていきます。でもし、緊張してるなとか力みがあるな、呼吸がしにくいなと思ったら、何度でもはぁー、もう声に出すぐらいはぁーと吐く息をしていきます。で吐く息の時にも胸の真ん中、こう溝落ちのちょっと上あたりが吐く息、そのため息とともにストーンと床に落ちる感覚を味わって、で床に落ちる感覚を味わったら、またお尻の尻尾、そこから背骨を内側からにゅるっと引き上げていきます。で体の外側はどんどん脱力して、内側を働かせていきます。でそこでただただ今の今日の自分の呼吸を観察していきます。で観察する中で、あ、顎のあたりちょっと噛み締めがあるなと思ったら、顎を緩めて、胸の上あたりにギュッと硬くなっている感覚があるなと思ったら、そのあたりに手を添えて、まあ、だいたい胸の上がギュッと硬くなってるなっていう時は鎖骨の下あたりなので、そのあたりに手を添えて、少し圧は全くかけずに手を添えてちょっと揺らしてあげます。お腹がぎゅーっと固まっている、夏はお腹が固くなりやすいんですけど、そんな時はお腹に両手を添えてあげて、背中がこうギュッと硬くなってるなと思ったら、背中に手を添えてあげてもいいです。または背中に手を添えるのがしにくければ、こう壁に背中をつけてあげて、こう呼吸ごとに少し背中も膨らんだり薄くなったりするのを見つけていく形でもいいです。でその自然な自分の今日の朝一番の呼吸を、こういいな悪いなとかいうジャッジは全くせずに、ただあ今吐いたな、あ今ちょっと吸ったなとか、鼻から温かい空気が出たなとか、入ってくる空気はだいぶやっぱり季節が進んで暖かくなってきたけど、やっぱり吐く息よりは少し涼しいなとか、で涼しい風が入ってきた時、体の内側に入ってきた時に、あ、どんな感覚があるなっていうのをただただ味わっていきます。
つも当たり前のようにしている、していることすら忘れるぐらいの呼吸を今はじっくりと観察していきます。あ、吐く息の時お腹が少し薄くなったなとか、吸う息の時お腹が膨らんだな、で、そうするとふわっとした外と分離されているような感覚になってくると思うので、そのままゆっくりと静かに座っていきます。でもちろんそのまま呼吸を観察して味わってもらっても大丈夫です。吐く息と吸う息の繰り返しではあるんですが、一つ一つの全く違った吐く息吸う息をただただ今は味わいながら座っていきます。集中していると頭が前にストーンと落ちてきちゃうので、しっかりとお尻の尻尾の延長線上に頭がちょこんと乗っかっている状態、そうすることで呼吸も通りやすくなるので、より呼吸を味わいやすくなるかなと思います。ゆったり吐いてゆったり吸う。吐いた時の自分の感覚はどうか。吸う息が入ってきた時の感覚はどうか。ゆったりとご自身の呼吸をあと少し続けていきます。では、あと3呼吸ほど、じっくりと、一つ一つが初めての呼吸のように味わっていきます。では、ゆっくりと両手を胸の前で優しく合わせていきます。次の吐く息で頭を少し前に。では、今日1月22日月曜日の一日も皆さんにとってこう自分だけの温かい時間がポッとあるような素敵な一日となりますように。今日の聞くだけヨガもありがとうございました。はい、改めておはようございます。お疲れ様でした。今日はちょっと呼吸の観察の仕方を意識してやってみましたが、よく言われるマインドフルネス瞑想っていうのは、
今日のやった形に近いかなと思います。こう無理に呼吸を深くしようとしたりせず、そのまんまの今の状態の呼吸を観察していくようなものがマインドフルネス瞑想って言われるんですけど、はい、どうだったでしょうか。はい、ではでは、また質問などあればいつでもメッセージください。では、今週も、ね、暑くなりそうですが、皆さん体調に気をつけて元気よくいい一週間にしましょう。ではでは、明日もまたお待ちしてます。引き続き良い一日をお過ごしください。